えーと昨年に引き続きあの楽しい会だと思って <laughs> あの来させていただいております。えーとあの。 まあ今松尾さんの話を聞いていてどちらかというと私は2階建て構造の今日は1階の方の部分の話をする予定になっています。でえっ、ー、とタイトルは「学習された表現を飼いならす」ということで、えー、ちょっと今後その表現工学みたいな分野がなんかなんとなくこれ適当につけたんですけど大事なんじゃないかと思ってそういう話をしたいと思います。で、まあ、あのまあ要するにまあ深層学習が普及したんで。 まああの知的システムが扱う表現というのは基本的に昔は人間が作ってたんですけど、まあ、今はまあ学習で獲得するものに変わってきたわけですね。なんで、まあ、それどうしたらいいかということになるわけですけど、まあ、初めに書いちゃいますけど、まあ、なんというか、まあ、そういう前提がまあ第一パラグラフにあるので。 まあその外界に接したですねその表現一般についてそれ自体のまあ理解と定式化さらにデータから書く表現の構築学習方法の活用方法などの研究が多分大事になってきてでまああの今私としては「兼論」という数学のまあ形にちょっと注目してるんですけれどもまあそれいう知見とかですねまあ認知科学神経科学などをまあ参考にしてまあ研究を進めていくのがいいんじゃないかなと思ってますということです。 でえー、とでそもそもその知能における表現は何なのかということを考えると、まああの <laughs> まあ、今は人間が、えー、設計するわけでなくなってディープラーニングとかで外部から学習データから学習するものなので、まあ、あのなんか、えー、外の世界にあるです、ね、いろいろ、まあ、事物の出来事の、まあ、関係性とかをです、ね、中に取り込んで,で、まあ、そ,のそれをですね、まあなんかまあ、ある種 まあシミュレートするようなことをしてですねでえとまあそれがまあ外界と設置していますしまああの知識の中にはまあ外然性というかまあ正,し正しいものと正しくないものがあってまあその中でまあ割と正しいものを使って推論するときっと外でも同じようなことが起こっているだろうという構造をま取っていてまあこれがまあ大事なわけですけれども。 えとまあ、そうなると、まあ、知識の表現に関わるには、まあ、つまあこれはまあ昔から AI で言われていることなので別にあの新しいことは言ってないんですが、まあ、あの表現獲得がまあだから、えー、と昔は設計だったのが学習になったとで、まあ、あの認識して推論して制御するといのはちょっとあの単純化しすぎているのでこれはいろいろ批判はありますが、まあ、でもとはいえ大まかにそういうのがあって。 えまあそれであとまあ強化学習なんかの場合にはですねまあ価値自体もですねいろいろ予測していくということが行われていくのかなというふうに思っています。まあだからまあ基本的にはですねまあ認識してえそれに関してはまあ特にまあ典型的な世界モデルような形でですね世界の推移の仕方を推論してでえ価値でえとまあ自分の実現したい状態とかですねまあ報酬がいっぱいもらえるというものに対してまあ制御に対して まあ方向性を与えるるといいう構造になっているわけですでこういうふうに見た場合にその AI の歴史をですね、まあ、ちょっとこの表現から見て整理すると面白いかなと思ったんでちょっと、えー、ささっと整理したものです。で表現書く、まあ、ちょっと方針のこと書いてないです価値は書いてないですが、まあ、表現獲得認識制御推論とあった場合に、えーとまあ、計算機がある前は全て人間がて 表現獲得とかなか獲得はしなかったので何、まあ、かの表現を図に書いてですねその上で、まあ、あの人手によっていろいろなことを整理するということをやったわけですが、えーとまあ、コンピューターが発明されて、えーとまあ、古き良き AI の時代はですねあのずっと表現の獲得というのができてなかったわけですけれども、まあ、認識する部分は まああの文字を認識するとかっていうようなとか音声認識というパターン認識という業界が進みまあ制御する部分もまあロボティクスだけではないですけどまあ知能に近いととこでですとロボティクスの分野が進んできましたと一方推論に関してはまあ古典的な AI ということでこちらはだから表現が獲得はデータからできなかったのでまあ人間が書いた表現に基づいてまあ推論していくというのがあったわけですね。 でえー、と今はですね2010年代になってディープラーニングの時代になってですね、まあ、あのエンドトゥエンドラーニングなどが出てきたのでとりあえずですね表現を獲得して認識して制御するところはつながってきたとただまあいわゆる古典的推論でやってたような、まあ、いろいろ先ほど松尾先生の話からもありましたように、まあ、創造性とかを用いるようなレベルの推論をちゃんとやってつなげるというところは、まあ、つながってない状態が まあ今の、まあ、2018年19年現在だと思いますので、まあ、それをまあつなげていくというのが、まあ、ここのテーマにもなっている、まあ、知的システムあということによって知的システム全体の自動化ということができるんじゃないかというふうに考えています。で,、えー、でとなりますとやはり、まあ、ま,あまずはですね表現のことをまあ考えなきゃいけないんですが、えーとまあ、表現の獲得っていうのは、まあ、大体ですねあの えーまあ、ディープラインをやってる方だと、まあ、VAE の式とかを見ると大体あ、まあ、見ると明らかなんですけども、まあ、システムの入出力に着目した基準ですね、まあ、あの何回入れて、まあ、自分自身を推論するような教師なしの場合もありますが、えーまあ、タスクをよく実行できるとか予測性が高いとかいうそういうタイプのまあ基準と。 まあ、システムの内部で活用する基準、まあ、上調性を満たして圧縮する基準ですね。まあ、オッカムのカミソリとか MDL 基準とか、モトルデックとかいろいろあるわけですけれども。で、まあ、あの、1個目の方は、まあ、それはそうなのでいいとして、2個目の方が、えっと、ちょっと考えなきゃいけないかなというふうに思っています。で、えっ、ー、とな、何を思っているかというとですね、えっ、ー、と、まあ、この、結局、その、オッカムのカミソリみたいに、 例いい、ね、えーとまあ確かにですね圧縮された表現っていうのは長性を見出して、まあ、性を見出してその間の関係性っていうのをまあつなげることによって予測性の向上に寄与しているわけですけど、まあ、これは何か圧縮袋の絵が描いてあるだけですが、えー、とそれでですねまああのー、ただなん,かなんかそれだけじゃないような気がするというふうに思うわけです。そ、まあ、そもそも えと,なんというかですね、まあ、データだったらそれはちっちゃくすはいいんですけどあの別にあのデ,データをこう小さいところに単数に詰め込みたいわけじゃないのでやりたいことはちょっと違う気がすると。でそう思った時にそもそもまあ機能法というか機械学習っていうのはですね何なのかというのを考えてみるとあのまあ埋虚、まあ、的機能法というのはいわゆる機械学習というか機能法のことなんですけれどもえっ、ー、とまあ それの定義っていうのは、まあ、個別的特殊な事例、まあ、事例がいっぱいあって事例から規則とか法則を出そうとするのがまあまああのー、愛嬌的機能法とか機能法機械学習全部そうなんですけれどもでまああの関連してですね、えーとまあ、自然の性質性、まあ、ユニフォーミティオビナチュラルというのがありまして、まあまあ、昔の人、まあ、デビットヒューがムが、まあ、割とちゃんと言ってたというだけで、まあ、他の人も言ってたんですけど、まあ、自然界に起こる出来事は何か秩序があって。 同同じじような条件の下で同じ現象は繰り返されるとっていうかまあこれが成り立ってないとそもそもまあ予測っていうのは成り立たないので、えーとまあ、それはそうなんですけれども、まあ、大事なことはですねだからまあ繰り返す事例ごとに、まあ、同じこと、まあ、比較できる同じことが起こってなおかつ、まあ、その条件と現象を、まあ、指定できるということが同じような、えー、指定関係のものが存在していると、まあ、まあここ一応仮に精霊構造と呼んでますけどまあこういう まあ最小で言うと ABCD の4つの関係というものが成り立つというようなものがないと、まあ、あのまあそもそも機能推論は成り立たないわけですね。で、えっと、でもこれはですね、まあ、よくよく考えてみると <laughs> モデルを作る時に言いたい、まあ、表現っていうのは結局まあ頭の中になんかモデル作ることなんで、えっと、それって何なのって考えてみますと まああのここにまあリンゴの絵が描いてあってまあ外の世界にリンゴがあってですねリンゴの上にまあ A とい点と B という点がまあ仮にあったとしてで見る角度によってリンゴの見え方が変わりますみたいなまあ簡単な例が書いてあるんですけれどもまああの世界をモデル化するということはまあ実物における関係性が内部表現に反映してなきゃいけないと。こ,ころににるように りんごの中の世界実体として A と B というのがあったらモデルの中でそれが変換された、まあ、F 大きい F で変換されたところでも A と B があって、まあ、あの A をモデルに変換してそこでこう回したのと、まあ、A から B, B のところにいて A と B の相対的な関係にいて B で回したものがまあ一致しないといけないわけですね。まあ、これはまああの可感性というわけですけれども。 でこういう可感性が成り立つような、まあ、あの表現を作っておいてでな,おなおかつですねそれがまあ,あ,のあこれ A と B はまだ回ってないです A から B で,で回す時は、えー、と F を LargeF から LargeG で今は説明してるんですけども、えーとまあ、回すみたいな振る舞いここではまあ振る舞いと言ってますけど、まあ、回すだけじゃなくていろんな振る舞いがあるわけですけど見方を変えるのもあれば、まあ、あの遠くにしたり近くにしたりか、まあ、いろいろ物体でもあるわけですけども。 えとそれでですね「こに自然変換」という言葉が出てますけど、えーとまあ、これちょっと言論の言葉なんですが、まあ、あの結局この,、えー、この正しく普通に見てる F で変換した時に見てるものと、えー、少し回して、M、G で LargeG で変換した時のものが、まあ、あ,のある種対応付けされてるという変換が存在しているということが自然変換と言われていて、まあ、こういうものが存在しているということが非常に 大事なんではなないいかなと思いますでちょっと権論的なあこことかこれこの自然変化性この α ですね α がすごい大事ということになります。で、えー、これはですねちょっと権論的な言葉で言うと、まあ、外の世界が外界があって内部表現があってで、えー、とそれらの,あので内部表現は見た角度によってその違う、まあ、外の圏外の圏からですね 違うものに、まあ、差があるわけです。まあ、これ左と右に同じものを書いてて、まあ、ちょっとこっちは記号的に書いてますけど、まあ、A から FA に行くので GA に行くので、回転の仕方が違うんですけれども、まあ、それを、まあ、監視と呼ぶわけですが、まあ、その FA と、A、GA、まあ、さらに FB と GB の関係がですね、同じ自然変換で表されていると。で、まあ、こういう振る舞いに応じたですね、自然変換が存在することが多分重要で、 えっと、まあ、逆に言えばですね、おそらく表現というのは、まあ、ある種自然変化で特徴づけられるのではないかというふうに思われるわけです。で、えっ、ー、と、まあ、あの、これはまあ、あの、コンセプチュアルなんですけど、まあ、あの、ちょっとそれと似たようなことで、えっ、ー、と、まあ、えー、我々が少しやっている実験の例で少し説明しますと、まあ、何かこの、まあ、単純に画像の中にですね、何か動く点があったようなデータを考えたときに、まあ、それがですね、その、 同じような性質を持っていることからですねこの,、まああのテトリスの同じ形みたいなものが出てくるっていうのは、まあ、ある種普遍性を持った形になっているわけですけど、まあ、そういうものが取り出せるというようなものっていうのが、まあ、こういうのに関連してくるんじゃないかと思います。でまあこれはちょっと、えーまああのーまあ、初期的な関連する話題なんですけれどもで、まあ、先ほど言ったこの,、えー、とこの自然変化みたいなものが、えー <laughs> こういう認識においてどういうような性質を持っていればいいかというようなことを考えてみると、まああの、まあ、自然変換も多分いろいろあるんだときと思うんですが、まあだ、えっ、ー、とですね、それでですね、まあタスクに利用されることっていうこと。で、えっ、ー、とまあ、あとはですね、そのいろんな変換があっても、それらがお互いに助け合って、まあ、違う種類の変化になっていると。まああの、クラスタリングでもそうなように、 まあ、あのお互いに排他的な性質を持ったもので説明できた方がいいというのはよくあることです。で当然利用頻度が高いという、まあ、強要されること、まあ、例えばあの極度に抽象的な、まあ、自然数という数学的なものというのは、まあ、数えるといういろんな操作からですね、まあ、関心を持っていて利用頻度が高い表現なんではないかと思います。であと記述量が短いっていうのはこれはまああの えー、必ずしも、えー、自明ではないんですけれども、まあ、いろいろな、えーまあ、情報論的な考え方では、まあ、なるべくシンプルなものがいいという原理なので、まあ、この辺はあくまで私が今考えていることですけれども、まあ、このぐらいの条件の下で、えー、いい自然変換というのが選ばれるというようなことが大事なんじゃないかなというふうに思っています。で、えー、と現状ですね、えー、と先ほども出ていた、まあ、VAE とかでディスエンタングルというのがやられるわけですね。 ディセンタングルっていうのは、まああのまあ、この猫がいた場合に、まあ、このえカテゴリーとかです、ね、色とかいろんな、まあ、シェイプとかいろんなものでこう特徴をあった特徴を分解していくわけです、まあ、ファクターを分解していくわけですね。で、えーとまあ、これもですねやはりあの単純にここにある情報を圧縮するというのではなくて何、まあ、かファクターに分けようと。でそのファクターに分けようという時に何を使っているかというと。 まあ前のところで言うとこのタスクに合ったまあ自,分のせ自分をうまく説明できる、まあ、あの最高性誤差みたいなのに相当するものと、まあ、あのまあ相互排他的な振る舞いをするということで、まあ、割とまあスパースな表現を作ろうというような作用が働いていて、まあ、単純に圧縮さ,れさせるのとはやっぱ違う、まあ、ここでは結合空間と言って仮に呼んでますけれども、まあ、独立要因によって説明しようというようなまあ力が働いているんだと思います。 で、まあ、あの、こういうような <laughs>、まあ認識に関する捉え方というのをちょっと考えてみると、ええー、と、まあ、ええー、と、認識論の検討としてですね、まあ、実在っていうものについて、も少し考えられるんじゃないかというふうに思います。で、ええー、と、まあ、知的システムがあたで扱えるのはですね、まあ、基本的に、まあ、なんか見て入ってきたセンサー情報と、まあ、それがまあ内部表現で変換された、まあ、どっかの内部表現になるわけですね。 だけれども昔から言われてるように外観に対する本質的に同じ実在をさまざまな角度を見ているというような感じがあるわけですけど自然変換を通じ多様性し得る関係が存在するだから良い自然変換があるような件の変化によってものが捉えられる場合には実在 というのがあるというような言い方が可能になってくるんじゃないかというふうに考えられるわけです。でこれはまああの複数のセンサーからの情報を統合するときとかも、まあ、これと同じことで説明できると思いますので、えー、とこういう見方はまあいいのかなというような気がします。であともう一つは監視肝性についてもまあちょっと言える可能性があるかなと思っていまして、まあ、人間を含む知的システムがですね合宿地を通して、まあ 獲得する内部表現にはですね、まあ、あの、学習したので、<laughs> 内部的にはそれどれがどれに対応しているかわかんないわけですが、あの、まあ、あの、実在をなんか共有しているか、まあ、同じことをして話が続いているように感じられるのは何かということを考えてみますと、まあ、場を共有する他の知的システムから見てもですね、自然変換で、ま、つながれた漢詞の集合という意味でおいては、ま、同じような形を取り得ると思うので、まあ、 まあ、例えば2つの知識システムで,ですねカメラの信号を入れ替えるようなことを行っても、まあ、あのうまく追随できて、まあ、説明が一致すると、まあ、ちょっとこの辺はまだよく考えきれてないんですけれども、まあ、そういうこともあるので観主、えー、完性についても、まああのー、こういうふうにですね、えー、自然変化の観点から見ると面白いのではないかなというふうな気がします。それで、えー、<laughs> あえですね、まあ こういうふうにやってですね、えーとまあ、中であの当然ですねあの知的システムは、まあ、ディープラーニングとかでやってるようにその認識することを考えればだんだん階層的に、えーとまあ、変換していくわけですけれどもそのものをその変換して抽象化していく時に、えーと 今説明したような、まあ、関係の振る舞い、関係がどう振る舞うかと、かリンゴがあったものがどう振る舞うかというところを残しながら上げていく部分と、えっ、ー、と、まあ、関係の振る舞いは車章してですね、まあ、そこはまとめて一個のものにする部分ですが、まあ、実際にはあって、まあ、そこをちゃんと本当は分けて考えなきゃいけないような気がしていてですね。で、えー、で、この、まあ、ちょっとイコンとインデックスっていう言い方があって、そことの対応はまだかなり曖昧なんですが、 あのまあ、関係の振る舞いは、まあ、同じものを見てもですね当然、えー、先ほどの猫の例じゃないですけど色だったり形だったりとかです、ね、いろんなものがあるわけで多様であるんですけども、まあ、圧縮ししちゃうっていうういのは比較的的単一な、まあまあ、な処理になってしまうわけですねで、まあ、だからそのな何か階層的に処理を上げていくときには、まあ、このちょっと手,で書,き手書きの図で恐縮なんですけども、まあ、外界からなんか画像情報とかが入ってきて。 まあ、いろんな情報を、まあ、ナチュラルスルートランスフォーメーションがあるような形で、えー、こう取り出していくわけですね。で、まあ、基本的に下の階層で、まあ、捨てちゃった、えー、そういう振る舞い関係の振る舞いは、まあ、上には伝わらないであろうと思いますので、まあ、認識システム全体としてはですね、まあ、階層上がるほどに、まあ、多様な抽象的な表現、まあ、痩せた剣という言い方もあるらしいんですけれども、まあ、形作られて先ほど言ったようにですね上の方に来ると まあ物の数を数えるみたいな、まあ、かなり抽象的なものが、まあ、あの出てくるというような形なのかなというふうに捉えてまあこれ自体は別に、えー、普通の見方ですけども、そういうのも、えー、まあ、あの、自、ま、然、あ、変換を規定に考えてもいいのかなというふうに思います。で、えー、と表現工学へということで、まあ、ここから先は、まあ、今のが大体メインの話でして、えーまあ、こういうことなので、 まああのまあ、表現効果に関連する学術力って、まあ、数学の見論とかですね、まあ、あと記号設置とか認識論、まあ、それで、えー、こういう表現の中の、まあ、対称性フェンセメトリック、まあ、あの最近はそのですね、えーとまあ、ディセンタングルに関しても、まあ、ディープマインドのインナヒギンスが群、まあ、論に基づいてその群論の対称性に基づいて、えー、うまく分解するっていうことが重要なんじゃないかみたいなことを言ったりとかしていますし 普遍、まあ、性とか透過性に基づいて情報処理しましょうというようなワークショップなども、まあ、出てきたりしていますのでまあ,あのそういうところからですね表現を考えていくというのは多分大事になってくるとえ当然表現はあの、まあ、他で得られた表現を他に持ってきて使うという転移とかですね類推というのは重要ですしあとその、まあ、今日はあまり話しませんでしたがその良、えー、いよ自然変化の良さとかというのはまあ,かあの <laughs> おそらくですね、その変換させるっていうことは、まあ、ある種のアルゴリズムで変換させるということなので、まあ、あのアルゴリズムの情報理論とかにも関係してきますし、でこうしたですねで、オントロジーという点から言うと、まああのまあ、ちょっとまだよく調べきられてないですけど、そのオントロジーに関しても、えっ、ー、と、検、まあ、論的な扱いというようなことも、まあ、検討されたりしているようなので、まあ、そういう部分からですね、 表現というものを考えていくときに今まで人,人間が考えてきたものがどういうふうにデータから抜き出せるかというようなあたりとつなげていくということも大事かもしれません。でまあ,あの当然ですねこういう、えーまあ、人間は脳の中に表現を持っているはずで、まあ、人によって違うとは思うんですけど持っているので、まあ、認知科学神経科学との接点っていうのは、まあ、あ,のあるかと思っています。で、まあ、いくつか述べますとまああのー。 神経科学の分野ではですねまあ例えば脳の中ではですねその脳の部位の場所によってですね、まあ、自己中心座標形とか網膜中心座標形とかまあいろいろ座標形が変換するわけですね。でこういうものっていうのはまあそれぞれごとに普遍性とかがあるのでそういうようなところっていうのは表現を考えていくうちの一つ参考になるでしょう。 でえー、とで認知科学とかでもですね、まあ、もちろんあの他にもいろいろあるんですが認知科学とかでも、えーとまあ、存在論上の、まあえーまあ、面白い、えー、研究がありまして、まあ、これはですね、えー、とマークマンらが、まあ、93年ぐらいにやってた話ですけれども、まあ、存在論上モントロジー上のですね異なる名詞ペアの共通と再生をリストアップすると、まあ、共通性と構造性列可能な、まあ、あの比べられる際の数はですね えと2つの名刺下の名距離が開くと減少とだから、まあ、あの違うということよりも比べられるということが、まあ、そういう意味では比べられるということはある種の、まあ、関係性を維持しているのでその関係があるから関係の構造が維持されているから比較できるはずなので、えーまあ、そこら辺のところも考えていくのにも良いだろうというふうに思っています。ということでまとめになりますけれども。まああの まあ深層学習の普及によりですね知的システムが扱う表現はですね、まあ、人手による設計から学習で獲得されるものに変化したわけで、まあ、こうした表現を扱う技術基盤とか構築論が多分必要でしょうというふうに思っています。で、えっ、ー、とまあでまあで,ですので、まあ、知的処理で言うようなですね外界に設置した表現一般に対して、まあ、表現自体の理解と定式化表現のデータからの構築学習方法とか まあ、そうした表現の活用方法、まあ、概念を操作する、まあ、イマジネーションを作ったりする方法、えー、さらに、県、まあ、論などでの数学的な基盤や、まあ、日科学、神経科学などを参考とするなどを,やを含めてですね、まあ、こういうあたりをこう、まあ、研究をです、ねえー、とやっていくのは結構大事なんじゃないかなということで、私からのメッセージとしたいとうございました。